ケネディ対ニクソン大統領選挙討論会、アメリカ合衆国大統領選挙討論会は、アメリカ合衆国の大統領選挙に際して、主要な民主党と共和党の公認候補による公開討論会である。こうした討論会は、古くは1858年に、アブラハム・リンカーンとスティーブン・ダングラス上院議員の間である初のラジオ討論会は1950年、 CBS のシカゴ放送局で行われているラジオの上院議員選挙討論会である。初のカラー放送選挙討論会は1964年のホーランド大カークであった。最近の大統領選挙討論会は1960年にラジオとテレビを使って民主党のジョン・ F ・ケネディ上院議員とリチャード・ニクソン副大統領の間で行われた。 モデレーターは CBS のニュースキャスターで他に3人のパネリストがいた。この時のラジオテレビ放送に関してラジオで聞いた人の多くはニクソン氏にテレビ視聴者はケネディ氏にそれぞれ軍配を挙げた。とキャロライン・ケネディ中日米国大使は指摘している。その後は両党対決の大統領選挙討論会はしばらく。 行われてなかったが、1976年9月23日に第1回テレビ討論会が現職のジェラルド・フォードと新人のジミー・カーターとの間で行われた。これ以降は、毎選挙の度に開かれている。2016年大統領選挙では、大統領候補の民主党のヒラリー・クリントン対、共和党のドナルド・トランプの討論会が3回開催された。他に、 副大統領候補の民主党のティム・ケイン、上院議員対共和党のマイク・ペンス州知事の討論会も1回行われた。現在のスポンサーは大統領選挙討論会委員会で、その委員長は民主党全国委員会と共和党全国委員会の前任会長が務める。アメリカ大統領選挙における討論会の役割父の勝利は、テレビのおかげ、ケネリ中日米大使報道し、 エッを盛り返す TV 討論で無所属票を誘う朝日新聞1976年9月28日長官13番7面ありがとうございます。